足がさ痛かったんですけど、まだちょっと痛い。洋服かわいい。さ、色？いい部位ですよ。雨大丈夫そう。今全く降ってないと思う。昨日の夜はすごかったんですけど、今は降ってない。朝日、朝日、天気悪くない？え、広島雨すごそう。無なんですけど今音が全く降ってない。私学校行ってないですよ。パラレルワールドにおるかと思った。自分のとこだけ雨降ってないのかと思った。昨日の夜警報すごかった。でも アモズさん、ありがとう。おはよう。今日は火曜日ですね。アモズさん、坪井ゆうすけさん、ダダダダムダさん、ありがとう。みち女子高生と思ってました。嘘だ。そうやん。モヒカンのダイナソーさん、ありがとう。ふくらはぎ？ひらめきん？一体。モヒカンのダイナソーさん、デサイズハットさん、キョンシーさん、ブルーさん、ゆういちろうさん、ありがとう。おはよう。うわ、今日ミルクティー飲みたい。髪が整ってる感がすごい。ほんと？わーい。マイハワーズでござん。はちみつを入れたミルクティーが飲みたい。はちみつミルクティー好きなんですよね。おはよう。はちみつのミルクティー。ゆういちろうさん、大好き。上島のカズさん、ありがとう。タピオカ屋さんのさ、ゴンチャっていうところに、そのハニーミルクティータピオカ？ハニーミルクティーがねあったんですよ、メニューに。でもなくなって、
私はそれをいつも楽しみにしてて、本当にめっちゃ好きな味だったんですけど、なくなっちゃって。そう、でもそのハニーミルクティータピオカはトッピング、え、あるの？ハニーミルクティー、あ、ハニーが入るってこと？ハニーがトッピングであるってこと？自分で作るしか、そう、よくお家で作ってるんですけど、あ、トッピングすればそういうことか。ゴンチャが広島のね、あの、なんて言ったらいいんだろう、バスセンターのところらへんの地下にできたんですけど、1、2年前に。でも次はね、そのパルコのね、もう広島のみんなが言う街の真ん中とか、もうなんて言ったらいいんだろう、その広島の街の目印みたいなところの1階にできるんですよ。でもハニーミルクティーがないからさ、そう、私いいファン飲みたい。いいファン、この間梅田に行った時にゴンチャめっちゃ混んでたよ。ユニバーシティ駅にもゴンチャできたよ。へえ、まだ並んどるんだ。車両のゴンチャこの前通ったらめっちゃ並んでた。なんで？新商品とかがあったの？スタバとライバル関係になりそうな場所。確かに、タピオカ用水そう、パルコにゴンチャができるのびっくりやよね。はいよ、私もボスミック、そうか、あよう、今度佐賀来たら寄ってみて今度佐賀行くことあるかな。行きたいけど、ゆういちろうさん、ゆきかぜさん、スカパラダさん、ありがとう。はよう、なんかで行けたらいいのにな。普通にも行きたいけど、さん、りょうすけさん、ありがとう。ストロベリーミルクティーは毎年冬出るし、ハニーミルクティーも定期的に出したし。へえ、ストロベリーミルクティーって美味しそう。全国ツアーさあ、全国さあ、全国回る方って少ないよね。そんなことない？はよ、いろんな県行ってみたいね。
ケイさんもやってますよね。行ったことない県で行きたいところ、自分個人だったら京都。山形。北海道行ったわ。北海道行ったけどさ、一瞬過ぎて。もう京都行ったことないのは意外。本当？うちはチーム T なの？なんで？足なおれ。島根行ってみたい。ああ、わかる。あ、修学旅行とかで行きそうなイメージ。中学は九州で、高校は東京。東京でした。行きたい。京都抹茶好きだから食べたい。初めての東京じゃない。東京で学ぶところって国会議事堂とか。東京で学んでない。神奈川も行った。今下もいただきました。どうぞ。沖縄いいな。新潟と東京ってこと？2回行ったの？新潟と東京に行ったってこと？2泊3日とかで。え、修学旅行で皆さん勉強したんですか？横浜中華街に行ったり、ランドじゃない、シーで遊んだりしました。勉強したっけ？勉強したのかな。勉強したんかもしれんけど、勉強の部分の記憶がないわ。飛んでる。歴史的なとこ行ってないよ。北海道でラーメンも羨ましい。北海道でまだラーメン食べてないんですよ。すごい後悔の塊ですよね。北海道でラーメンを食べないなんて後悔、後悔でしかない。修学旅行でナンパしたよ。どうだったんですか？おはよう。
カニとメロンとジャガバターも食べたかも。あとジンギスカンとホタテと。でも結構満喫してますよね。そう考えると北海道さん。昨日の夜からめっちゃすごくすごくあのラーメンが食べたくて食べてないんですけど、食べようか迷う。ちょっとそのあのラーメン欲は収まったんですけど、広島の推しラーメン屋さん、ガバ和田と和田と美味しい。ゆういちろうさん、すけえもんさん、ありがとう。広島で有名なのは飲みラーメン。そうですね。最近ラーメン食べたい欲が減ってるな俺。え、自分も減ってる。なんかさ、あの、まあ、結構前なんですけど、脂肪燃焼ダイエットっていうさ、スープばっかり食べるダイエットをした時があって、その時からなんか食生活が変わったというか、まあ、変わってはないんやけど、あのお肉とかもステーキ系のお肉とか入らなくなったし、あんまりなんか発さなくなった、前より発さなくなったし、ラーメンとかももう常時食べたかったけど前まで変わったし、あんまりお腹空かなくなったというか、何て言ったらいいんだろう、あのそうなったんや。燃焼スープ、なんで星で囲ってるの、おもろい。星になっただけ、それコメントが。燃焼スープを星で囲ったの、それはそれで複雑。でもお肉を最近 300g ぐらい食べよったやつをもう250か200ぐらいで、あーもういいやってなったりするから、でも食べれるっちゃ食べれるし、それで満足するんだったらいいよね。ウニクもなし、ウニク食べたい。星になっただけ、おもろい。うん。昨日の夜はラーメンがすごくすごく食べたかったけど、今はそんなこともないしね。寝たら変わる。ナイフのバッサルといいよ。あ、めっちゃ聞いたことあるかもそれ。でもソルト使えないんですよ。うち。ウニクは欲するのね。ウニクが食べたいんやけど、いっぱい食べたいじゃなくて、なんか
そう、ちょっとでいいというか、そんなにそんな量を欲しさないかな。そう、ちょっとだけ大人になってきたのかも。違うよ、京都で抹茶ラーメン食べた。どんな味なんですか？13キロ痩せると体が軽くなる。経験談？いつも足さすってる。筋トレ始めたらめちゃ体重増えた。じゃあしょうがないよね。脂肪より筋トレの方が、筋トレじゃないや、筋肉の方が重いし。確かに抹茶ラーメンって麺かスープどっちなんだろう。麺に練り込まれとるかもしれないですもんね。抹茶のカップヌードル？へー、抹茶に決まってるだろって。決まっとるか分からんじゃん。茶そばみたいで美味しそう。確かに麺と餃子の皮がめっちゃ緑色してた。スープも抹茶なんですか？もうそうなったらあれみたいですね。もうなんかなんていうの、おやつっていうかお菓子というか、お菓子じゃないか、スイーツ。これででもスープ豚骨だったら結構豚骨の味じゃんね。麺スイーツは新しい。確かに私始めようかな。足の痛みさんのマッサージって関係ないですか？ないですね。昨日すんごい時間踊ってたので、本当にもう何時間も、1日の4分の1で踊ってたから。私が食べたいのは味噌です。今抹茶って美味しいよね。みつさんのダンスは生き様を感じ、生き様を感じる。味噌のお店珍しくない？珍しい気がします。おはよう。美味しい味噌ラーメンは食べてない。蒙古タンメンを食べ始めて、あれ味噌じゃないですか。で、あ、味噌って美味しいってなって、普通の味噌も食べて、普通の味噌も美味しくてみたいな。感じかな。ターコイズは緑と青の間ぐらい。うわ、今日はあれだ、ミスドが食べたい。
一瞬であのオールドファッションの気分になった。オールドファッションの風が吹いた今。わかる？ミスドの気持ちになるの。2ヶ月に1回はなる気がする。ミスドに行ったら1個では抑えられません。わかる。いつもポンデリング絶対食べる。ミスド行けばオールドファッションもラーメンもあるし。あ、ラーメンもあるのか。こんにゃくの風を吹かそう。ヘルシーに。ゆういちろうさんありがとう。前抹茶のなんか食べましたよ。抹茶ポンデリング食べたっけ。抹茶の何か食べた。でもポンデリングかも。ミスドにはタピオカもあるよ。あれ美味しいらしいですね。ミスドやってるのはダスキンなんですよね。え、そうなの。フレンチクルーラーしか勝たん。フレンチクルーラーってさ、キャラクターが可愛いよね。羊ですっけ。あれも好き。あの普通の本当にザドーナツみたいなあの形のさ、あのリスみたいなのがキャラクターのやつ、あれも美味しい。ケンタッキーの風が吹くことはある。あるあるある。ケンタッキーも2ヶ月に1回か3ヶ月に1回ある。食べたい。チョコの生地にチョコがかかってるやつ美味しい。食べたい。サーターのギターとかある。ビッグカツどこに売ってるの。前ミスドでバイトしてた時毎回5個ぐらいもらえた。最高のバイトやん。うちもそれやりたい。ミスドが食べれないときはコンビニとかで売ってるドーナツで我慢する。わかる。ピッカツって30円ぐらいのお菓子。あああれか。いいな。バイトを経験したことないので、そのしてみたい。まかないとか、まかない体験したい。ダブルチョコ美味しそう。あれはどんなバイトしたい。なんだろうな。バイトなんだろう。どんなバイトが向いてるんだろう。ステラおばさんのクッキーも好き。最近全然食べてないけど、学生高校生の時はめっちゃ
ちゃ言ってました。メイドカフェ、メリンゴ、図書館とかお似合いです。ほう、サーティワンの店員似合いそう。サーティワンの店員だったらいっぱい食べれるのかな。個人経営の喫茶店にいそう。うわ、いいかも。映画館とか良さげ。確かに映画館いいね。映画も見れるしね。弁当屋さんの店員だったら好きになっちゃう。好きになっちゃう。知ってますかこれ。シソンヌさん、家庭教師。教えられることないですよ。あれ見たい。あれあれ、コンフィデンスマン。スポーツジムはただ筋トレ。確かに。コモチンさんありがとう。コンフィデンスマン大好き。家庭教やってたけど何と言っても時給がいい。和菓子屋の店員さん似合いそう。香川。食べれることを意識して、お寿司屋さん、パンやね。コンフィデンスマンの司会へようこそ。出会ってほしい。めっちゃ好き。コンフィデンスマン本当に多分全部見てる。多分何が好きだったろうな。スランプくんさん、ゆういちろうさん、にのさん、ありがとう。今は回ってない回転寿司より、あれですよね、回っててもあの、なんて言ったらいいの、メニュー、いつもさメニュー、そのメニューが書いに書いてあったお寿司みたいな並びじゃないですか。でも今メニューメニューメニューって言って、回ってても回ってる、その回るやつがそれで利用されてますよね。うん、回ってるやつ待つより新鮮だし早いし、うん、わかる。回ってるやつただでさえさちょっと怖いもんね。
タッチパネルで注文するのにネタが回ってるの不思議。うん、でもネタが回ってて、あ、これ美味しそうだなって思う時あるから、多分回るのは有効なんだと思うけど、回ってるのを見て、あ、これ美味しそう食べたいってなっても、回ってるのを見てからタッチパネルとかで注文するよね結局。そしたらメニューだけとかでもいいのかもって思うけど、やっぱ惹かれるのはメニューとかじゃなくて普通に出てる時なのかな。出てる時というか、ものを見た方がそそられるのかもしれない。うん、雨降ってない気がするんだけど、でもあれかも、ちょっと丸くなってきたかも天気が。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位ひょうさん、12位大地さん、11位ギルスさん、10位そうさん、9位まさじさん、8位キョンシーさん、7位石剣マシーンさん、6位ダダダダムドさん、5位ブルーさん、4位アモズさん、3位セディアさん、2位つぼゆうすけさん、そして1位はルルルルジャジャン、日押しのゆきさん、ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22はルルルルジャジャン、シティリバーさん、ありがとう。それでは今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日バイトラブ、せーの、エリエリオー、ありがとうございました。またね、シャー出勤したいの、頑張れ。またね、ありがとうございました。ファイト皆さん、バイバイ。バイバイ。